This time, your opponent is this guy. チャレンジャー、召喚。のぶしおぶのぶし。のぶ。35歳の独身男性。裁縫や料理、ロッククライミングなど、どんなことも器用にこなす面と、力強く自分の意見をはっきり述べる性格から、飲み込みの早い武士、略してノブと仲間から呼ばれている。千匹の鳥を食べたことがある。先行ノブ。後攻あなた。8小節かける4本。レディー、ファイ。あんたもしっかり男らしくぶつかってこい。俺はどんなあんたの言葉も男らしく受け止める。あんたが受け狙い、それすべてダサいって断言しておくぜ。まるでブレイキングダウンみたいにあんたの心、メンタル、体全部ボロボロにする気は鼻からね。立ち向かってこいよ。何回やられても俺も立ち上がる。まるでだるま、舐めたらあかんぜ。ブレてない信念、それは立派だが、俺はプロフィールで見たろ、千匹鳥を食べたことがある。あんた一匹なんて平らげるのは楽勝。あんた倒したら次だよ、おかわり、早く早く。ペースはアップしない。俺曲売るよりも魂売らないことに命をかけとく。そのために歌詞を書いてる。男らしさが欠けたお前に俺が勝る要素はある。見て、景色が全く見えてない。俺の勝利、手の中にイメージ通りだよ。あんたがラップすればどんどんイメージダウン。俺はロッククライミング得意だが、マイクを持って頂上も目指しちゃう。料理や裁縫すらもお手の物。この中の世界、特技すべては俺のもの。わかる？違うんだよ、この度胸。ここんとこ、ラップが故郷。そんなオラオラ来たって真正面、俺の顔見たらビビっちまうだろ、この男らしい二重。分かってる、お前くたばれ。それかひざまずけ。膝から下全部俺のパンチラインでガクッと落としてやるよ。俺は令和に生まれた弁慶みたい。背中ならばでっけ、夢をもっと描いてけ。手つないでけ、違う男前、二つの足で立て。終了。先行ノブ。後攻あなた。勝者あなた。